どうも、ビビビビレです。今日の企画は親子丼作ろう、イエーイ。はい、今日はですね、超簡単に親子丼ができるんで、さっとすぐに作っていきたいと思います。それではレディーゴー。じゃあまずこちら玉ねぎ切っていきます。マジタイムトライアル、めっちゃ早く切ろう。玉ねぎ OK で、次肉、こんぐらいの量でいいですね。はい、こちらを全部一口サイズに切ります。 OK、 中にシール。それでは早速フライパンで焼いていきます。はい、まず水 100ml を、味付けはめんつゆだけ。めんつゆを大さじ 3.5 3.5。 はい、で肉と玉ねぎをドーン、全部入れます。はい、めんつゆ使ってやるとね、マジで簡単、秒でできる。これ見せて。ん、これ三つ葉、これ。これ三つ葉。あ、そうなんだ。へぇ、はい。これもそうだ。あ、これも三つ葉なんだ。これ。はい、急遽ちょっと今、庭でね、三つ葉を探してます。へぇ、これ、葉っぱも食べれんの？葉っぱも食べれる。へぇ、三つ葉を採取しました。これを親子丼に入れます。切ってきます。まあまあ、ある程度の大きさになれば。これを入れていきます。まあ色も肉の色も変わってきたんで、三つ葉投入。ボーン、いいね、緑が加わることによって。卵投入、オラオラ投入。よし、これを、ね、軽く混ぜて、固まってきたら、固まってきたら止めると。はい、親子丼完成です。 OK、 いい感じだから、これをご飯にトッピングしていきます。ふいじゃあ、こちらご飯盛ったんで乗せていきます。マジ色がね、綺麗だね。はい、ほんとめっちゃうまそう、めっちゃうまそう。こちら親子丼完成でーす。イエーイ。では食べていきます。はい、できました。こちらのね、親子丼マジうまそう。ではいただきます。ん？めっちゃうめえ。味付けマジこれだけでいいんだ。めんつゆだけでうまいよ。うめえ。卵ふわふわだし、イエーイ。俺一人暮らし始めて最初に作った親子丼、懐かしい味。本職マジでさ、一人暮らしとか自炊してない人、親子丼から始めた方がいい。超簡単だから、ね、真っ先に初心者向けの料理です。ぜひ作ってみてください。この動画がファンタスティックだなと思ったら FB お願いします。今日も5個お願いします。それでは、バイ。今日も動画を見ていただきありがとうございました。親子丼簡単にできるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。明日は、家族全員分の3食を作ってみようということでね、1日目全部料理作りたいと思います。それでは皆さん、バババイセコー。